まあ、バンデルっていうね、会社の、え、塩沢さんって人がいたんですよ。で、バンデルって、よくスポーツ選手とかがつけてる、ブレスレットみたいな、アクセサリーみたいなね。えっ、ー、と、それをつけてると体が軽くなりますよ、みたいな、えー、ブランドをやってる、まあ、社長さんがいて、結構、一世を風靡した人たちなんですけど、えー、一緒に飲んだことも実はあるんですよ。えー、バンデルの株を誰かに売って、10億ぐらいで売ったんですよ。えー、結構お金持ちになって海外に行ったりとか、こう、悠々自的に生活できるっては、してるはずだったんですけど、亡くなったらしいですね。結構なんかショックっすね。悲しくね。悲しいね。